英語ブレイキング台があります。失礼いたします。お預かりいたします。今日はお手洗いは外にあるトイレのみで、一番上にある展示室から始まりますので、3時までに展示室にお越しください。お願いします。こちらの床にある航空パネルを使ってご案内します。本日は首都圏外郭放水路見学会にお越しいただきましてありがとうございます。首都圏外郭放水路は国の施設で、国土交通省、関東地方整備局、江戸川河川事務所が管理しています。洪水対策用の施設です。雨がたくさん降りますと、小さな川の水はすぐにいっぱいになり、溢れそうになってしまいます。この小さな川の洪水を大きな川、江戸川へ流すために作られた地下の川となります。本日の見学会はこちらで施設の概要をご案内した後、外を歩きまして昭和水槽と第一建庫をご案内させていただきます。どうぞよろしくお付き合いください。江戸川河川事務所では、これまでに堤防の整備、綾瀬川放水路、三郷放水路の整備を行ってまいりましたが、さらに浸水被害を軽減するために作られたのがこちらの首都圏外郭放水路です。首都圏外郭放水路は、小さな川の水を集めて大きな川、江戸川へ流していく施設です。本日皆様にはこちら排水機場の2階の部分に来ていただいております。まずは建坑と呼ばれる大きな縦穴です。全部で5本ありまして、排水機場に近い方から第1、第2、第3、第4、第5建坑と名前が付けられています。本日皆様にはこの中をご覧いただきます。この人と柱の大きさを比べてみてください。この空間が非常に深くて広い空間であることがお分かりいただけるかと思います。この空間が5つの川の水をスムーズに流すための施設になります。排水機場では、調圧水槽に流れてきました水をこの巨大ポンプ4台使いまして、地下から地上へと押し上げ、江戸川へと流していきます。またポンプを使わない時には、貯める機能といたしまして、約67万立方メートル、一番流入量が多かったのが平成27年9月の台風の時になります。鬼怒川決壊の時がこれにあたります。この時には1900万立方メートル、東京ドームに換算いたしますと15杯分もの水を4日間かけて江戸川に排水し、町を洪水から守りました。大きさは東京ドームのグラウンドと同じくらいです。排水機場は、調圧水槽の水を巨大なポンプで江戸川まで送り出す施設です。まもなく除湿ゲートが開きます。この排水機場の心臓部である主ポンプは、航空機用のガスタービンを用いたエンジンで運転されます。この時ポンプの中の羽根車が回転します。ポンプで持ち上げられた水は排水機関を通り、江戸川に排水されます。広さが地下調圧水槽の広さになります。で、また左側の建物、
庭のところ、あの茶色のレンガのものがありますが、あちらが第一建て坑になりまして、あちらから入った水がこの貯圧水槽に流れ込み、ポンプ4台を使って江戸川に流す水の流れになります。はい、地上での広さの確認ください。では地下鉄のボックスのような形の地下貯圧水槽の入り口まで進みたいと思います。お待ちください。階段の下でお待ちください。ありがとうございます。水が下から上に上がりますと、この水はこの貯圧水槽
暗くなっておりますが、一番向こうには白い壁があり、水はこの壁の下をくぐるようにしてポンプで押し上げられ、江戸川へと流されます。このようにして水は皆様の左手、第一建て工側から江戸川へと流れていきます。その江戸川堤防の材料として再利用されております。地下での説明は以上となります。それでは見学の範囲を皆様と一緒に確認していきたいと思います。まずは第一建て工側です。足元下の部分にポンプが置いてある状態なんですが、ロープがあります。こちらより奥には行かないようにいたします。また両サイドの壁際の梯子と今降りてきた階段、はい、おはようございます。